そうだね。今日ちょっとあのソウルで、あのまあ使わない人は使わないんですけど、あの知らないよりは知っておいた方が絶対いい。あの胸のねグルーブをね、ちょっと有機に説明してもらおうかと思います。いいですか？あ、はい、はい、ではグルーブについて、説明していきたいと思います。はい、グルーブっていうのは要は胸のこの動きなんですよね。で、ちょっと横に向いて、でどういう時にその胸の動きを使ったダウングルーブですから、この膝を曲げます。曲げた時にダウンした時に胸を出します。こう胸を出して顎を引きます。でアップで戻る時に全てフラットに戻る。でこの動き一連の流れがグルーブなんですよね。で、そのヒップホップとか、その、このダウンした時にこの背中を出すっていう、多分そういったので、多分、ヒップホップの真逆なんですね。真逆なんですけど、それに癖ついてる時は、もう一個一個ダウンをして、胸を出して、まあ、顎を引いて、で、元に戻って、これを一個一個やっていった方が、多分体には慣れます。じゃあ、この胸の出し方なんですけど、こちらに関しては、深呼吸。をちょっとイメージしてください。ですね、この頭の位置を変えないか、頭の位置ですね、この角度を変えないで、こうなったりとかしない で、この頭の位置で深呼吸をやってくださいっていうなりになりますと、胸が出ます。胸が出て、顎を引くような形になるので、で、吐いて元に戻る。この深呼吸の動きですね。ですので、もし慣れてない方なんかはこの胸を動きっていう深呼吸をするっていうのをイメージしながらダウンした時に深呼吸して、で吐いて戻る、深呼吸して、で吐く、吸って吐く、吸って吐く、これをイメージしていけばだん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 あのいちいち呼吸しなくてもあのグルーブの方はできるようになります。では、実際カウントでゆっくりでカウントでちょっとグループの方全力です。じゃあ横向けてちょっとグループの方カウントでやっていきましょう。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。ちょっと今気になったのに、兄ちゃん違う気がするんだけど、兄ちゃんこうやってなんですよ。こうじゃない、こうじゃないよ、まっすぐだよ、まっすぐ、まっすぐ、もうもっとまっすぐだね、まっすぐ、まっすぐダウンして、でこの状態で深呼吸する、そうそうそう、で、あの顔の位置、顎は変えない、顎を顎を後ろに引くダウンして、深呼吸で、戻るダウンして、この俺の手で手の位置を手に見ながら目をずっと合わせる、そう、いけたわ、こんな感じで、まあこんな感じでなんか印を つける、あるいはポイントをね、あの定めて練習すると、あのこのような感じで、あの首が上下に動かないでしっかりいくような感じで、みーちゃんもう一回やってこう、急にできない、鏡見ながらやる、違う斜めにやってるうちにね、最初はいいんだけど、だんだんこの辺りまっすぐまっすぐ、ほらほら、足が前でいっちゃってる、膝がこういっちゃってるから、なんか違うよね、なんか違うよね、こうなってる、真下で真下、あの椅子にこうよくこらせって座るような、これがダウンのあれだね、ちょっとまだ胸弱いかな、まあすぐにやめてきません、はっきり言って、僕も教わってね、実際ある程度体に染み込むまで多分1ヶ月ぐらいかかりましたので、うん、まあ、そこはあの長い目で見て、まあ、ちょっとずつちょっとずつ練習していただければ、それは絶対あのマスターできますので、まあ、焦らずやっていってくれればいいかなと思います。あともう一つ一種類ありまして、前に出るグルーブっていうのがあります。でこれはなんか前に、まあ、こう移動した時にまあ使ったり
するんですけど、これを、ですね、以前動画で紹介したと思うんですけど、人が、このちょっと軽く挨拶をしておく、チーズ先輩チーズみたいな形だよっていう形を教わりました。本当に軽く胸を出して、その人を見て、顔を見ながら、チーズってこう挨拶するようなイメージですね。多分この方が人によってはすごい簡単にできると思います。なんか違う。首を動かさない。動かさない。位置をずっと見てても、目は動かない。ちょっと動きすぎてる。なんかね、そう、こうなってるね。そうなっていけない。そうなってる。だから、胸。で、これは、やっぱそれも、どっかで印をつけて、ポイントをつけて、大体目の高さくらいですね。で、ポイントをつけて、そこをずっと見ながらこう練習すると、できるようになります。ちょっと最後にみーちゃんに何かやらせるか。ブルーブ使ってないまだできないよね。やめるか。よろしければ、高評価ボタンとチャンネル登録を、あと通知が来るようにベルマークオンにセットお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。